羽田球場での野球風景、羽田運動場は、現在の東京都大田区羽田空港に、かつて存在した、総合運動場、野球場、テニスコート、陸上競技用トラックのほか、遊園地なども設けられていた。経営は、京浜電気鉄道で、後の宝塚球場や阪神甲子園球場などに、連なる鉄道会社経営による運動場の先駆的な例であった。 京浜電鉄穴森線の穴森駅が最寄り駅だった。1909年3月、羽田沖合の干拓地に当時京浜電気鉄道が所有していた6万坪の土地のうちの1万坪を使用して建設された。当初建設されたのは野球場とテニスコートであった。羽田球場は左右両翼に数千人を収容できる木造スタンドがあり、さらにクラブハウスも付属しているという。 当時としては国内で最も設備が充実している球場の一つであった。建設のきっかけとなったのは大の野球好きとして知られた小説家の押川俊郎が友人の文芸評論家で京浜電鉄の電気課長でもあった中沢林選に学校以外の公共の運動場を作って一般人の体育も奨励したいと主席で語ったことであり。 これを聞いた中澤が社の上層部に掛け合って実現させた。押川によれば、この時中澤は上層部を説得するだけでなく、建設のためにポケットマネーも随分出していたという。完成した球場では、早稲田など大学の野球部や押川、中澤らによる社交団体、天狗クラブをはじめとしたアマチュアチームなどが試合を行っていた。なお、 海に近いためグラウンドの質は決して良くはなく、慶応義塾大学野球部が羽田球場で試合を行っていた際、遊撃手の足元付近で地面が動くので何かと思って見ていれば車庫が顔を出したという話が残されている。1911年には翌年に開催されるストックホールムオリンピックの予選会会場に使用するため、 それまで自転車練習場だった場所が400メートルトラックと競技場に改修される。これは大日本体育協会の大森平蔵総務理事が毎年競技会を開くことを条件に京浜電鉄に認めさせたものであった。この予選会では陸上短距離走の三等親彦とマラソンの金栗43の二人が代表として選出された。1911年には海水浴場が 1912年には遊園地も作られるなど、レジャー施設として発展していったが、1917年、大正6年の高潮災害によって破壊される。中沢らは再建を働きかけたが、それまでが赤字であったことや、常日の通り競技大会の約束が保護にされたために上層部は動かなかった。ただし、スタンドなどの設備は流出したものの、 野球場としての姿は維持していたので、実業団野球などの試合にはその後も使われていた。1938年に、羽田飛行場の拡張用地として土地が買収され、完全に消滅した。上述の通り、陸上競技場は、海浜沿いの自転車練習場を改修して新設したものである。発足したばかりの大日本体育協会に金はなく、京浜電鉄に建設してもらった。 自家走路の両端に半円形の極走路を接続した、類画円型で一周は400メートル、走路の幅は30尺、半円部は当時の欧米の方式に準拠して、外側を高く、内側を低くした2尺5寸の傾斜をつけていた。路面は粘土と砂を混合して固め、にがりを巻いたもので、スパイクシューズで走るのに適度な硬さとした。しかし、 ストックホルムオリンピックの予選会当日は雨で、選手たちの足元は悪く、記録は振るわなかった。ストックホルムオリンピックの予選会では、100メートルのみ、セパレートコースで行われ、200メートル以上はオープンレーンであった。セパレートコースは、石灰でラインを引き、その上に杭を打ちテープを貼って、レーンを区切っていた。ロード競技は、羽田運動場がゴール地点に設定された。 フィールド競技も開催された。ありがとうございます。